お疲れ様です、吉谷さん。まあいくら稼げるようになっても第一生命ネオバンクの案件をねやれる人間でいたいっていうのは私も同じで、やっぱ人にビジネスをこう伝えていく立場としてはね、まあ、自分ではそのパフォーマンスが悪いと思っても、例えばね100円とか1000円を稼げてない人に自分が100円とか1000円を稼いでいる案件の姿を見せることによって、やっぱりね伝えていくことがねできると思うんですよ。で現実ネットビジネスやるぞって言ってね1円も稼げてない人って1円の案件をやってないわけじゃないですか。で私はそのポイントサイトのモッピーでもそうですけども、アンケートに答えたら1円もらえるとかね10円もらえるみたいな案件があって、それをやるわけですよ。じゃあこのネットビジネスで生計を立ててる私がその1円とか10円をやってる姿を見て、ネットビジネスで稼いだまだねこう1円どころかね100円とか1000円とか稼げてない人がどう思うのかなってことなんですよ。で仮に私がその低価格の案件をやっていなくって、まあ10万20万の商品ばっかり売ってるとしたらね、それこそ久保さんだからそんなこと言えるんですよっていうふうなのが出てきちゃうんですよね。そうじゃないと、俺1円もやってるよと、10円だってやってるよと、ポイントサイトモッピーの5分間アンケート答えて1ポイント1円これやってるよと、うん、全くゼロで1円も稼げてない1日よりいいじゃんって話なんですよね。でもネットビジネスで稼げない稼げないって言ってる人はね、その1円の案件なんでやんないのと、稼げないっていう割には1円をやってないじゃんと思うわけなんですよ。でやっぱり100万とかね200万みたいな金額見えますけども、いやそれができるんだったらやればいいけど、できないでしょと、リストもないでしょ、リストを取る努力もしてないでしょ、ただなんとなく自分の言いたいことを YouTube に上げて、書きたいことを Twitter 上げて、で自己満足で終わってるんですよね。でそれはビジネスで稼ごうとしてない人がやってることでもあるし、多くの人が自分の、うん、なんかね承認欲求満たすためとか腹いせにやってるだけであって、そこにお金を誰かが払おうなんてことはないよねってことですよね。だから私もねやっぱりこうどんな立場になっても結局は1円だろうと10円だろうとやる人間ではこれからもいるんじゃないかなと思います。そんなちまちま稼ぐなって言われますけども、その稼ぎを目的としてるわけじゃなくて、やっぱり見せないといけない姿がありますからね。そういうとこいたしゃい。